松本マッチの今日も朝から全突破エボリューション。実践ルールは完全自腹実践、大移動不可、3枚数ポイントと実践ポイントの合計で勝敗を決定します。優勝者には賞金があり、最下位には厳しい罰ゲームを実施します。実践ポイントは2種類、終日投資の終日実践ポイントと後半から追加される横取りミッションポイントがあります。さあ、それでは後半戦のスタートです。頑張ります。さあ、というわけで後半戦はですね、横取りミッションポイントでございます、はい、待ってました、はい。中段チェリー確定役、こちら成立しただけで300ポイント、はい、でカナチェンラプテンと1回につき300ポイント、はい、そして32ゲーム以内のビッグ3連、これだからビッグ3連するごとに300ポイントもらえますんで、ただビッグレギュラービッグだとダメ。あ、なるほど、はい。ビッグビッグビッグ3連でビッグビッグビッグって6連すれば600ポイントというふうにできますんで、はい、皆さん頑張ってください。頑張ります、頑張ります。で、後半のスコマチャムタイムは、はい、ビッグじゃ、ビッグじゃねえや、ボーナス3回引きの早抜けです。なるほど、はい、分かりました、はい。まあ、前半戦天国でしたけども、はい、まあ、天国飛ばしたもん勝ちっていう感じはしますね、はいはいはい、初当たりで3発っていうとなかなか時間かかると思いますので、僕は前半戦でまだボーナスが3発です。ちなみに前半戦を終えた時点で、はい、私はですね、はい、投資2万の、はい、獲得枚数が500枚ぐらいかな、今多分持ってるのが、はい、マイナス500枚ぐらいの状況だと思います、はい、お二方はどんな状況ですか？自分は投資が4000円の、うん、おそらく1000枚弱はあるんじゃないかなと。まだプラスと。まだプラスですね。はい、はい、私は投資が4万3000円の、はい、持ち込みが29枚なので、はい、まあ、ちょっとマイナスですね。私はちょっと、はい、やや負けと。ただ、まあ、このデータカウンターを見るに、はい、もうちょっとで、うん、いわゆる2000ゲーム、あ、なるほど、天国間ですね、飛ばずに2000ゲームぐらい行くので、あ、まあ、もし B とかに上がってたらそこから連チャンが始まるのではないかなと、まあ、後半かなり有利に進められるのではないかと。そうですね、まあ、怖いのは今 A にいて、はい、もう一回 A が始まるっていう、その、天国はいつになったらっていうパターンだけちょっと避けたい、はい、そうなんですよ。いやー、ちょっとあれだな、中段チェリーからフリーズも引けねえかな。中段チェリー欲しいですね。中段チェリー300ポイント、ああ、フリーズ1000ポイント、ああ、でビッグ3連、まあ、2連までは確定なんで、もう一回ビッグ引いて300ポイント、ああで、カナちゃんランプもつくから300ポイント。カナちゃんランプはあれだろう、フリーズのやつはなしだろう。なしか。さすがに。まあさすがにそう。ああ、まあ、なんか引ける気してきた。お、大事ですよ。なんか、ね、後半4万負けとは思えないぐらい今。うん、すっきりしてる。すっきりしますね。やっぱ一生懸命コーラ飲んだからじゃね。ありがたいことにね、あのコーラをサービスであの、いただきまして、たくさんコーラ飲んだからね、もうなんかタポタポですね、心状態、やっぱすごかったよ、前半のクマチャムタイム入って女子が2人になったらさ、はいはいはい、やっぱ女子だからさ、すごい、はい、なんて言うんだろう、女子校の教師の気持ちが分かった。ああ、女子校の先生ってこんな感じかもなと思った、うんうん、女の子たちが勝手にどんどん喋ってるみたいな。そうです、なんか一回耐えられなくなって喫煙所引きませんでした。いや、一番最初に言ったのよ、一回どうなるかなと思って。そうですね、最初にクマちゃんが、回して、そのオトちゃんが初めて出てるから、そのオトちゃんの人となりを掘り起こせるかなと思って、はい、返し聞きながら行ってみたら、ずっと目の話してたね。目の話、目ん玉の話よ。コンタクトがーって、あ、もう女子トークになっちゃったと思って。人となりどうでもよかった、女子トークになっちゃったと思って。ボーナス3発だからな、結構時間かかると思うんだよね、2人が3発引くまでだから。確かに、いや、最初に確かに、ガンちゃんの初お光った1回目ピッカー116ゲーム、おとちゃんのまあまあ当たりますな。当たりますね、うん、前半戦はそのクマチャブが座右の銘のお話を展開してくれたんですけど、座右の銘、はい、ガンちゃんは何かないんですか？
僕はあれですね、偽善で結構やらない善よりやる偽善ですね。わー、素晴らしい。僕は偽善者なんで、やっぱり私も偽善者です、ね。まあ、でもやんねーでどうこういうやつよりはいいかっていうね、ね、私もね思うんですよ、はい、偽善者の偽って、うん、誰に対して偽ですかと、うんうん、その善なり偽善なりをもらったから方には関係ないわけじゃない、まあ、確かにがつかないじゃないですか、はいはい、じゃあ誰に対しての偽なんですかっていう話ですよね。お二人の座右の銘語ったんですか。そうだよ、僕はあれだよ、はい、臨機応変というか、僕はもう明鏡姿勢臨機応変だから、はいはいはい、はい、ちょっと聞かれてとっさに出てこなかったんで、その場で考えてちょっとす盲信って言いました。ナイス、あそこも1回目ガンチャピンチ。おっと、座右の銘は引きが弱くても生きていくです。僕らはみんな生きていく、生きているか。俺の代チェリーに出るの、こう設定よかったら、こう、だいたいチェリー B って結構引けます。まあね、ジャグラーの合算ぐらいの設定差あるから、あ、まあなんだろう、どっちとも言えないけど、うん、挙動と照らし合わせてだね。あ、まあ、数えておいて、まあ、設定推測するんだったら、うん、そうはないかなと、うん。まあ、今日は座右のできないんでね、やる意味ないですけど、まあ、あと俺はなんかもうずっとやっぱ沖縄に寄ってきたから、はい、昔はまあ共通メールだったんですけど、大体なんか出てるか出てないか体感で、あ、これ出てるわっていう感じが染みついちゃったな、はいはいはい、数えなくとも、うん、まあ、もちろんそれずれが出たりとかはすると思うんだけど、今の、おー、光った、あら、飛んだじゃないの、あら、19ゲーム、あ、レギュラー、そうだね、2回目で飛んだ、あら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 、俺これ1回しか光ってねえもんな、1回しか光ってないのかい。なんでマスオさんの言い方なんですか。えー、俺、アナゴさんの喋り方で言いましたっけ、今。1回しか光ってないのかい。一回しか光ってないんだよ。言ってないですよ。うぐたくん。会社帰りに打ちに行ったんだろうね。あ、やだな。会社帰りに打ちに行って、松尾さんはもう自分の代一生懸命で、アナゴさんの代全然見てなかったんだね。こんなサザエさんは嫌だですよ。会社帰りに一緒に打ちに行ってて。でででででってででででってってででででってって。マスオ天国ビー。次回予告ね。嫌だわ。嫌な予感しかしないわ。穴子光らない。ドキドキランプの向こうに以上の3本です。いやもう1本でいいよ。3本に分けギュッてしてくれよそれ。なんで全中後編でお送りするんですか。いや長いからやっぱり。1回外に出て中島取るから。中島くんまだ打てる年じゃないです。違う、中島取るのよ。あ、中島で、ね、まあ、中島って聞こえたから中島くん出てきちゃった。松尾さんと穴子さんが中島取るから、じゃあ松尾さんの方から投資お願いしますって。番組はちゃんと、僕はねっつって。ちょっと見たいな、おもろそう。あら、絶妙なところで抜けたのかと、下手したら自力で引いたかもね。なんですかね、レグだったし、可能性あるっすよね。念を込めたんだね。念を込めました、はい。そうなのかな。ガンちゃん、クマちゃんも言ってたよ。なんて言うの、つまんなそうな顔してネガティブに打ってるからそういう挙動になるんだよって。うるせえな。お前には俺のどういったか分かんないよって。自分の金で打ったこともないやつが。うるせえな、うるせえな、お探しいなって。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるさい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 って。俺が悪いわけないだろう。金をいっぱい使ってる人が正義なんだ。今2回、1回、0回です。抜けましたね。俺がいなかったらパチンコ屋
ああ。どうした？確定役です。わあ！しかも設定差ある方。設定ああ300ポイントだ横取り。やった。設定差ある方じゃん。はい、総都市ゴミアン。ゴミアン。ゴミアン。464。さあ。4.6% でしたっけ、フリーズが。そうだよ、20回弱。こんだけハマってボーナス4回しか引けない確率の方が難しいはず。俺なら引ける、いきます。くるんくるん、普通の点滅がもう怖すぎるんだが。さあ、これで天国か2000ゲーム以上、まあ据え置きならですけど、回してるんで。まあ、しかも確定役だしね。そうなんですよ、 B 城にまだ天国に飛んでる可能性が今高い。どの道だよね、どの道高い。あ、ゆかちゃん、あの横取り300ポイント。あ、いや俺まだトップ狙ってるんで、うん、これ OTO から OTO もらいます。おー、 OTO なんてこった。今独断で独走状態の、はい、そうですね。じゃあ OTO から、はい、OTO ちゃんはデータにマイナス300って書いておいてね。はい、さあ天国チャレンジです。今日初めて期待のできる天国チャレンジでございます。頑張ります。抜けろ。早いな、1ゲーム目だな。抜けろってなんかこう早いな。もうちょい、いやいないかも、いるかも、どうだろうってなってからのやつなんで。抜けろ。あ、早いな、はい、メンタル弱いんでやめてください。あー大丈夫かな、もう言われると悲観なそうってなっちゃうんだよ。大丈夫。いやもう逆に5ゲーム8分の1だよ。飛んでろ、もっと。あれ、もう8分の1、もう5ゲーム、もう5ゲーム、8分の1だよ。いやもう通常こんなハマってるんですもん。ボーナスの何分の1とかハマるって決まってるでしょ。いないんじゃないの、それもしかして。ほら、いった。うわー、やばい、ピッチやばい。ビッグね。なん、まあいやでもさすがにビッグ3連だからな、条件は。そうっすよね。いやでもさすがに天国には飛んだと思う、この当たり方、そしてこの感じ。落ちたんじゃないの。ふざけ倒せよ。落ちちゃった。ふざけ倒せよ、これで落ちてたら。1ゲーム連はなしですね。よし、ここ引かればとりあえずクマチャムタイマー回避。引かれちゃったんじゃないの。いや、そんなはずない。2連許せない。落ちちゃった。いや、煽りがすごいんだけど、俺の時だけ。落ちちゃったかな。俺の時だけ煽りすごいんですけど。2連なんじゃない。いや、そんなはずない。よし、一抜け。ありがとうございます。抜けました。ビッグボーナス、5ゲーム目。ちょっとだけドキドキにも期待しちゃうよね。ありえますよね、確定役で上がってるとね。そうなんですよ、いい当たり方、いいタイミングだったと思います。よいしょ。おっと、お互いリーチ、これでリーチ。ただ俺は天国があるかもしれないから一歩リード。ただこれ消化中に光らせられたら俺か。よいしょ。さあ次回は前回の天国から2回ボーナス挟んでます。これが飛んでるとやばいやばい。おとちゃんくまちゃんが交代劇と。今のうちに先に、まあ、先に光った方が先に光ったら抜けだからね。光る、うん。連打。これで初当たり勝負ですね。初当たり、先に引いたものだけ。あれ。よし、4連目チャレンジ。嫌な予感する。もう10ゲームぐらいが一番怖いな。でもほら、金時があるから。金時に行かないと伸びないから。薄いよ。よし、12ゲーム。ビッグ。やったー、嬉しい。ビッグ2連。ビッグ2連です。あ、次ビッグだと。リーチ。リーチ。やばいな。ここ当たってなおビッグ。特殊点滅だったら300ポイント。なるほどね。わあ、やだー。いやでもレバーに熱がこもる。いないんじゃない。
金時にかけるしかないのかも。金時だったらビッカクだもんな。ビッカクだよ。16、折り返し。いないですね。終わり。もういないですよ。あ、もう初日の後輩から強めだな。あれ、いつからだろう。もう強く強めだな。数時間で。もう、あ、こいつは行っていいやつなんだっていう判断が終わったように思える。ジャッジメントが済みましたね、うん、ああ こいつは大丈夫なやつだ。こいつは行くべきなんだって逆に。こいつは撫でても噛まねえっていう。でも俺なら8分の1ぐらいで4倍ハマりありえる。だって俺だもん。逆にね。そう、逆に信じてる俺の引きを。この先はビッグだね。もうこの先はもうね、さすがに。この先はじゃあ金時じゃないかな。帰っていいよ。いや、もういるとしたら次だな。帰っていいよ。頼む、32ゲーム目。帰っていいよ。お願い。どうしよう。金時くせあります。でも僕の引きなんで、普通に天国で4倍ぐらいハマった可能性もあります。俺の引きだとレグ出てくる可能性ある。怖え。あー、金ドキじゃないかなこれ。300ポイントやだ。とりあえずビッグ3連でございます。300ポイントです。ありがとうございます。いや、OTO からで。うわ、 OTO 攻めだ。おお、やだ。ごめんな、初日の OTO から。後輩にはやっぱり厳しく育てていくっていう。8分の1を32ゲームまできっかりハマるってやっぱなかなか遠いからね。4倍ハマるだから。よいしょー。わー、1000。油断させたところで3回目のボーナスです。なんと初登場ですが、後半戦は終わってしまった。免れませんでしたね。やられてしまった。いや、カメラに向かってバトンタッチをできます。クマサムさんに任せます。きっと出してくれると思うんで、信じて渡したいと思います。よし、3発か。ボーナス3発引きましたけど、どうぞ。クマジャムです。クマジャムです。クマジャムです。最悪だ。3人揃ってクマジャムです。クマです。チャムです。クマジャムです。今日私岩井にきとしか触りたくなかったんですけどね。うるせえな岩井に。うるせえな。ギクシャクしろよ、その女同士でのやつで。初めてですよ私。ギクシャクしてくれよ。後輩というものがそもそもできたことがなかったから。それはそうだな。初めてこう。初めての後輩。代わりに打ってることに緊張を覚えてる。確かに。後輩のお金使う、あんまり使うわけにいかないもんね。いや、そうですよ本当に。増やさないとっていうプレッシャーが。俺の時全然緊張してなかったもんね。ノールックで押してたの見てさ、投資ボタン。スイカもめっちゃ取りこぼしました。そうだよね、うん、岩井。でも岩井にき後ろでボートを見てたし。よっしゃー。あ、上がった。あれこれ、あ、フォックス、なんだそれ、トゥルントゥルルンってしてる。下リバースストリーム。いや違う、リバースストリームでなんかこうなってる。もっとゆらゆらするのか。なんかこれメラメラか。あ、メラメラかな。メラメラなら多分メラメラの実。危険のエースだ。よし、お、今やサボだよ。愛してくれてありがとう。ビッポいいなー。なんかこの台が、うん、いい台だったのか、果たして、うん、OTO の引きが良かったのか。なるほどね。すごい今すごい不安。まあ、間違いなく、うん、初手の、うん、あのゴッドモードで引きは強い。まあ確かに、うん、持ってるっていうのは本物だね。ビッグ三連して OTO から取ろう。うわっ。罰ゲームになる可能性出てくるよこれ。やばすぎ。この今日のルールは横取りしやすくなってるから、うん、よーし、とんでもない量横取り出る可能性あるよこれ。レグ回避。これ私出せなかったら
傘のお金出してあげよう。くまちゃむが、くまちゃむが変わる頃にはごめん、ポイントめちゃくちゃ取られてる、マイナス2800ぐらいとかってなってる可能性ある。ボロボロになって両脇からどんどん取られてって。頼む、取らないでくれ。ビッグ3連、ビッグ3連全部レギュラー出てこい。さあ7連目チャレンジです。連してもいいけど全部レギュラー出てこい。あのちょいちょいレギュラー挟めばあれならだからね。連続じゃないから。そうそうそう、いいですね。3連続じゃないと。ビッグビッグレギュラー、あのへそ出し大魔人の意見なんか聞くな。へそ出し大魔人、へそ魔人、へそ魔人、なんか汚そう。へ魔人、おい、それは臭そう。願わくばもう一桁で当たってほしいんだけど。いやマジで引けなくて32ゲームまでかかった説を濃く押していきたいですね。まあ全然ありえる。可能性はある。しれっと終わってほしい。俺のだけ応援しないよね。さっきすごい拍手してたのに、ここで打ってた時周りのわーみたいな。愛がゆえですよ。祝いに来、祝いに来、やっぱほら好きな人にはちょっかい出したいみたいな。IWA とか祝いに来とかいろんなあだ名で呼んで俺の心乱すのやめてください。気づけば16ゲームですよ。もう祝いに来、祝い抜けに来。いやもうやめて。金時レグ金時のパターン見たことない速度で金時のループっぽい。 何を理由で言うリップを切ったの。かわいそうだからちょっとやりますね。よし21ゲームまだいる。この感じのハマりだとさ30にもハマるよね。まあ可能性は全然あるわな。4倍だからね。俺には32ゲーム必要。俺にはね32ゲームじゃ足りないね。なんか朝のチャンスモード70分の1ぐらいだけどさ、俺77分の1のいたずらな気質でさ1000回転ハマったことあるんだよ。77まで。すごいなかなかだね。なんかまあ7倍まではあるね。まあね、パチンコとか打ってると7倍までは許容範囲って決めてるんだけど、それ超えるともうビッグにね。天文学的な10倍ハマりをやっぱ上回ってくると、はい、もうなんていうの、やっぱ大事故感はすごいよね。そうなんですよ。年一もないもん。ないですね、10倍は、ね、そういえばこの間角谷さんが旅をしてたんですよ、うん、あのいろんなとこ回って、まあ、レンタカーかバイクかわかんないですけど、一人旅打ちみたいのしてたんですけど、すげえおもれえ写真を手に入れたんですよ。順番に送ってもいいですか。どんな写真です。何写真。もともと角谷だと旅打ちから帰ってるもんね。そうそうそう。よっこらせ、うわー気まずい。後輩が出したメダルを使う。気まずい。私これで使うね。これで使い切ったらもう後輩の金使うねきじゃん。お金頼めないですもん金なしねきじゃん。送り主見てもらっていいですか。平らじゃねえかよ。平らじゃねえか。生存確認取れました。おい平らじゃねえかよ、はい、飲んでましたあの野郎。それをあの音信不通だったグループラインに突如え、平さん、あのボケ、なんか何もなかったかのように、いや生きてんな。あのボケは本当に、え、最近ですか。最近です。おー、嘘、すごい。おーゆ、生きとったんかいみたいな。生きとったんか、我だろ、本当に。おもろかったな。本当にしょうもねえな、あいつは変わんないですね、でも安心しましたよ。変わんないな。あー、レギュラーだ。あー、リーチだったのに。3連リーチだったのに、平のせいで今の平さんで持ってかれた。よいしょ、参ります。あいつはマジで急にいなくなりやがって急に帰ってきた。あー、でもう一回急にいなくなる。気づいたら後ろ立ってる可能性ありますよ、カメラ回してまた来るか、うん、出戻り、2度目の出戻りの出戻り。ニヤニヤしてながら、わあ、もうすぐ600だぜ。子供いいんだもんな、それでいて。
よっしゃー、こらいいな、横取り、よし、サンキューかなちゃん。あ、やっぱいいよなこの感じ、すげえいいよな。どの祝いから取りますか？おい、自覚しなさい。どの祝いから。おい、クマ野郎、グラフ見せろ、お前。この、おい、もうほら、マイナス意見になっちゃうかもしれないですよ。おい、見ろ、わしのグラフを。ドマイナス J。でもまだ、でもね、連チャン中ですよ。このペーペーのやつのグラフ見せろ、これ、おい。連チャン中、連チャン中、連チャン中。あいつは抜けるからいいだろ。今14ゲームだよ。抜けたんじゃねえか、これ、おい。あいつは抜けるから。よし、ちょっと待って、これ何回取られてるの？ 2 回取られてる。今2回取られてるんじゃないですか？ 2 回取られてるってことは600だろ？うん。あいつにプラス600。まだだな。よし、OTA から。 OTA はあの OTA はあっちだ。 IWA の A 入っちゃった。あ、そうか、オタンだよ。オタンになっちゃった。そっか、うん、OTO から取るわ。よし、ごめん、オタさん取られてるよ。 OTO いない間にポイントボコボコ取られてる。取られてるよ。かわいそうに。俺ガチで抜けたくせ。かわいそうだね。キチズマビロ。へいへい、見くびんな俺の引きの弱さ。まだ1巻な、これ。8分の1引けてねだけ説あるかんな、俺。32まで油断できない。俺の引きの弱さなめんなよ。さっきのも実は32ゲーム天国で当たってる可能性あるからな。でもなんかあまりに気張ってると良くないみたいな時ありますよね。あ、聞こえてないわ、もう気張りすぎて。30怖い、病気の31 取り憑かれてる。32、ああ、ああ、きっと、で、よし、うわー、すげえ。誰、あの多分この人金時じゃないよ、あの僕、たまたま引きが弱すぎて8分の1引けてないだけ。引けないんだ。32の点数になってるだけだ。何だあれ、忘れちゃったけど。あんなにいかねえだろ。ほら、レグですもん。8分の1でハマったなんだ。元返しですね、うん、この32ゲーム。で、ピックレンチャーも途切れると。ほわ。金時なんて行ったことなかったんだ、だから。金時なんてなかった。でも、だからこそ、いつでもこれから金時に期待できるからね。まだ行ってないんだったら。そうだよ。よく戻ってきた。俺は俺の引きの弱さを信じてるから。すごい。いるって思ってたよ。金時じゃないけど、いるって思ってた。だって俺だもん。いいですね、引きが弱いと最後まで期待持てる。そうなんだよね、引きが強い人はもう諦めるじゃん、うんうん、10ゲームぐらいで煽ってくるでしょ。違うんだよね。うわー、来た、これ見て、薄い点滅、超珍しいやつ。うわ、一瞬わかんないですね。うん、色が薄いやつ。弱めなんですね、ちょっと。そう、揃えた途端に濃くなるから。おへぇ、いきますよ。ほら、あー、ほんとだ、明るいわ。こう見ると全然違うな。そう、色が薄い光り方のやつ。ボーナス中の光り方の最後に似てる。でもこの特殊点滅は本当に打ってないと分かんないですよね。あ、そうだね、見ただけだと。あれ、変わってた今、変わってた今。いや、俺聞いてないです今。あれかな、あれなしかな、予告なしかな。鳴ってたような気もするけど。なってた。ああ、しゃべってたから聞こえなかったんだ。 IWA から取ります。嘘だろ。イエーイ、嘘だろ。早いって、バチさん。バチさん、 IWA から取ります。早いって。あいつ危ない、あれ。バチさん早いよ。あいつ大連チャンする可能性ある。バチさん、いや、マジでちょっと天井には行かないでほしい。天井員ね。天井員、天井員ね。天井員さんね。天井員アスカね。天井員さん。上へ参りますね。天井員参りますね。あ、なるほど。一回も特殊点滅しない。俺気づいてねえとかあんのかな。でででで。岩井点滅。岩天。はい、じゃあビッグ2連ねーと。この間俺も微笑ましい国際交流したよ。国際交流、国際交流、外国の方。なんか今さ、はい、あのまあ旅行とかも緩くなってるとか、うん、あの新幹線とかで移動してるとすごい海外の方多くて。多いですね。多いよね、うん、この間なんか名古屋まで、うん、あの仕事で朝
チャートで行ったんだけど、はいはい、なんか東京で乗った時には隣の人いなくて、で寝ちゃって、あ、名古屋の5分前10分前ぐらいに起きて、起きたら隣にあのヨーロッパ人の何歳ぐらいだろう、奥様が座ってて、夫人の方が、で、あの USB のケーブルを、はい、あの石のところに充電しようとしてカチャ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 やってたんだけど、USB のままやってたら刺さないじゃない、あのアダプターが、そうそう、コンセントだからさ、で俺たまたまそのあのそれ刺してたから、はいはいはい、あこれ目あったから、あこれないとダメだよっつって、うん、俺のやつこう取って刺してあげたの。で俺あのもうその電子とかグローとかアイコスのやつでめっちゃ持ってるから、このアダプター、あ根元、そうそうそう、もういいやあげようと思って、で、はいはいはい、俺名古屋で降りるから、うん、ああそれあげますよって軽く言って、でこうやって立とうとしたら、その気づいてなかったみたいで、うん、おー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 ってなって、うん、その奥様が、あああげるあげる、どうぞどうぞってやったら、うん、おーおーってなってで後ろの人もうんみたいな感じになって、ああってオッケーオッケーってやったら、もうあの人がもう自分の国に帰っても、うん、日本とはなんて素晴らしい国だと、なるでしょ、この後な、この後なる予定、 なる予定、この後なる、この後なる、びっくりした、なんかすごい何かを起こしたのかと思った、いやこの後なる予定、探し出されて何かいろんなものをもらう予定、もしかしたら、うん、あ鶴の恩返し、もしかしたらとんでもない金持ちで、うん、あそうですよね、すごい影響力があるな、そう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 、可能性あるよ、ゼロじゃないから全然、おあの時の日本人どこですかって言って、うん、もう探せるかな、この国で国を挙げて探してくる可能性あるから、もしかしたらね、うん、大統領夫人とかだったら、そう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 、あなた素晴らしいねっつって、私の国のその領土を一つあげます、めちゃくちゃ日本語上手くなってるじゃないですかおかげでね、そのグローって書いてあるあのあなたのおかげでこの間お花見してる時に外国人の人に声かけられました、なんてあのデビタントで行ってて撮影してたんですよ、おで、おキュートキュートってなって、おうせやろって、そうで、その場でなんていうグループなのってなって、おチャンネル登録してくれました、へえ優しい、ノリがいい、あ実際な、だからその目の前で起きることの方が穏やかだよね、インターネット上で起きることよりも、わ全然関係なくないけど、関係ないんですけど、この間そのデビタントで山登りしたんですよ、登山、もういろいろやってるね、そう、 おうその時に私初めてしっかり山を登ったんですけど、こう山登りしてる登山家の人たちがすれ違う時にみんなこんにちはとか挨拶するって言うよね、めっちゃ挨拶してくれるんですよ、すごいいいなと思って、うるせえって言ったちゃんと性格悪くこんにちはうるせえ気軽に話しかけんな、山は人間を映す鏡って言うからね。俺そうやってちゃんと言った全部に。こんにちはって爽やかだった。そう、こんにちはって、まだこの先なんかどれぐらいあるよとか。ああ教えてくれ。そう、ちょっとぬかるんでて危ない。うるせえ。いや性格悪。これさ楽しみにしてるのに何ネタバレすんだよ、うるせえって言った。全然一行で言うんですからね。うるせえまで。うるせえ。息継ぎなしで行っちゃう、でも楽しみに、この先楽しみにしてるのにネタバラすんだろうし何語なんだろうと思うんですよ一瞬、あ日本語だよなってなりますよでもマジめちゃくちゃ暖かかったっていう、確かにね、なんか言うよね、その登山家、登山家というかその、ね、趣味の人たち、そう、うん、薄れて行ってしまうよね、うん、いや続きますね、おっビッグ3連、ビッグが3連しました、あれあれあれ、ハマってますハマってます、伸びてます伸びてます、本当だね、うん、いいよ取りな、おあ急に余裕出てきてる、急にあれしてるね、いい余裕が生まれてる、急に逆張りしてきたね、急に逆張りしてきたよ、余裕を見せることによって本当は取らないパターンだったらいいのになって思ってるよ、急に逆張りしてきたね、じゃあ今から取るね、あ取るね、これから取るね、本当は嫌だったんだ、取るよね、じゃ
じゃあまずは岩から取るね。それは取るよね。まずはってどういうことなんだろうね。まだ岩からね。さっきも岩だったんだけど、まずはって何なんだろうな。まだまだ連チャンするからね。ねえ、もうほら750だよ。あれ、そろそろ早めの連チャンとか、いや、もう早めとかじゃない、連チャンしてくれたけどありがたい、お願いします。あ、今のやらかしたね。今の早めのっていう要求よくなかったね今のは。あ、いや、遅いかったら、あ、遅いならいらないってことだね。そんなことない、嘘です。遅い、全部欲しいんだ。じゃあいい、全部欲しいんだ僕は。どこでもいいんだ、言ってくれれば。32ゲーム目です。まだいける、まだ光る、まだ光る。いや、そんなに光る、もう無理とか死んじゃう、死んじゃう、いけ、そんなに光らんて。そんなに何回も何回も光らん。あー、10連ですね。やったな、ずいぶん頑張りました。1500枚、すごい、十分伸ばしたわ。あのヒゲの先輩がポイント取らなきゃ、もうちょい。ヒゲ戦ね、ヒゲ戦、自分のことを。え、わあ、チェリーで勝った。うわ、早っ。ビッグでござる。38、そういうのが上がったりするとな。さあ飛ばそう、ロマンだよな。でさ、上がるとしたらさ、ゴッドモードだったりするんだよね。引き戻しから、そうそうそう。そういうのがね、吹っ飛んだりする と、 いや、これも実連チャンみたいな増え方してるからね。おまけはありがたい、ね、ありがたい。マッチさんはもうプラス息ですか、ゴリゴリ。ほら、プラス息だ。はあ、やばプラス息でポイントも取ってらっしゃる。ほ ら、 ほら、ちょこっとだけど、もうプラス息に今顔出したとこだ。クマチム、敵は同じだね。そうですね、チャム。ん、それだけ、チャムという単語。チャム、 MAT、 チャム、敵は MAT でもマットになっちゃうと桑田さんの息子さんみたいになっちゃう。BAC じゃない、 BAC、 バッチ、バッチ、無理でしょう。おう、BTC、 いやー、うわー、抜けないんだねっていうパー、 ETC、 OK、 伸びそう。 ETC って言いました？ ETC ジュニア、ジュニア、 ETC ジュニアのこと。連チャンしてるとさ、はいはい、トークのクオリティ低くなるの分かるでしょ。もうお互いね、この鼻のことしか考えてない。 OER してるからね、うん、ああ、次光るかどうかっていうことしかもう考えてない。脳みそのキャパを。やばすぎる。やだ、私今日初だったんです、初対面だったんです、お父さんと。みんなそうだよ。みんなそうだよ。嫌われるかもしれない。確かにな。やだやだ、どうしよう。可能性はあるよな。あるね。やっぱクマチャムって同性から好かれるか嫌われるかのどっちかだろうね。あー、そうですね。極端だろうね。極端。めっちゃ好かれるか、めっちゃ嫌われるかだろうね。私仲いい友達も、うん、初動は私のこと嫌いから入るんで。あ、そうなの。今仲良くしてる友達大体そうですね。へー、なんか初動からすんなりと仲良しなことはあんまないですね。へえ、大体みんな私のこと悪く言ってる。苦手ってそう。でも仲良くなって、あ、こういう人だったんだってなって、なんか誤解が解けて仲良くなることが多いです。あー、でもなんかあれだよね、なんか俺の、うん、その薬剤師時代に、うん、同期に女の子が一人いて、はい、でまあ、その子ハマちゃんって言ってたんだけど、で俺がマッチャンだから、あの、ダウンタウン、そう、ダウンタウンって言われながら同期で同じ薬局に入ったんだけど、そのハマちゃんがね、うん、すごいなんか、まあ、天真爛漫な人だったんだけど、うんうんうん、本当に人の悪口言わなくて、そうそうそう、だからなんか、まあ、女性も多い職場だから、うんうん、たまにギスギスしたりとかしてたんだけど、すごい、あの、ふわふわっとしてるっていうか、普段はこう、おお、当たってた。ハマちゃんの話してたら当たってた。ハマちゃん。それかなちゃんね。あ、ハマちゃんね。え、これこの子がハマちゃん。南のハマね。なんか浜の番長みたいでいいやつは。ファンタスティックね。ハマちゃんはね。ハマちゃん。でも明るいってことはね、うん、その。明るくて人の悪口言わないみたいなのね、後々にその人柄って伝わるパターンあるよな。おー、あ、これ俺誰かから飛ばなきゃ。あ、
取らないという選択肢もあります。怖いよ。怖いよ。どうですか？怖いよ。自粛、ポイント自粛。怖いよ。怖い。どっちかから取らなきゃいけないよ。うわうわうわ、おとちゃんから取ります。うわ、これバッチさん単独首位だぞ。やべえ、これで完璧やな。これで両方とも離れていく。どんどんだから行ったんだよ、あの人寝首かいてくるよって。飛んでくれてないかな。ここ飛んでたらほんとでかい。飛んでてなおかつビッグだったらすごいでかい。一発でかい連チャン抜いたもん勝ちだよこんなの。なんかこの間、この間あのパチンコを打ってる時に、うん、1玉4円じゃないですか、うん、だから、まあ、パチンコなんて玉めっちゃ落ちてるじゃないですか。落ちてる。だからわー何円だとか言ってたんですけど、うん、マジの10円落ちててえ10円って思って。ああ窃盗じゃねえか。うわ、光ったんだけど。21ゲーム嘘、ビルパティ自力自力。うわビッグだ。ある。どうだろう。マジでもビッグ2連っていうのがでかい。いやこれね、あるよ、引き戻しから飛んだパターン。あーマジ頼む。もうすぐ900。終わり。うわうわ、通常回し飲まれねきだ。飲まれねき、はめにはめ倒し。898ゲーム。うわ、あともう少しで天井だよ。飲ましにきだな。当たるところまで、当たるように用意しておいたから。たま飲ましねき。妖怪は帰ります。妖怪玉のマシネキ。怖か怖か。戻りました。はい、おかえり。おかえり。いやー、くまちゃまさんならやってくれると信じてたんですけど、ね、ちょっとなんかさっきスイカこぼすのも見ちゃってで光らせてくれないし、どうなんだろう。これはちょっとね、スイカこぼしは引きと関係ないですもんね。あ、そうですね。まあ、そもそも狙ってないっていう説があるからね。そうですよね。こぼしたとかじゃなくて、そもそも取る気がないという。そうそう、こぼしたわけでもなく、揃える意思がないから。いやちょっとプラスで終われると思って今日は。ちょっとあれだな。ちょっとあれしちゃったな。ちょっと相手になんねえからタバコ吸ってこよう。うわ。うわ。気になっちゃったな。もうちょっとあれだわ。これ以上打っちゃうと差が広がる一方だから。今がチャンス。さあここでそうですね、ビッグ引いてだね。いやマジで本当バチさんからポイント根こそぎ31。あと1、2度あることは3度ある。くーさあ何もったいねえこれ。危ない。どっちか分かんない、自力かもどうかも分かんないけど、もったいないことだけは確か。抜けたの。抜けましたね。抜けたのか、まあ、自力で引いたのか何のか分かんないですけど、とりあえず2連でしたね。なるほどね。スロー。本当に聞こえねえやこれ。お水がいいです。飲み物差し入れしてる。本当に悪いと思ってるんだ。俺の飲まれた時にないの。あ、いいですか。 ありがとうございます。やっぱ自分の方が先輩だから頑張んなきゃ。さんからいただきました。頑張んなきゃって。ありがとうございます。ごちそうさまです。いただきます。いやめっちゃ全然ハマってないもん。天井ですね。あら、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でござんした。ありがとうございます。さあここから持ちコインはまだあるの。いや現金、あの追加投資しました。あら、飲まれちゃったんだね。飲まれましたね。さてと、3連してまた 1,2 してるから、ここがビッグだとまた横取っちゃうってことだね。怖いな。一回レギュラー挟んどこう。もう嫌だよこんな。自分が一番先輩なのにそんな横から横取り横取り言うてポイント取るの、もう私はもうね心が痛い。だそうですよ。
小諸がいた次回、次回じゃない、前回山ほど横取りされて3着だったからサマイスプラスだったのに俺よりポイント取られすぎてポイント取られ侍ってことある。よいしょ、レギュラーで、レギュラーでお願いします。あー、うわーうわーうわー、心が、心が3着から取ります。なんでやねんなんでやねん、うわー心が痛い。この当たってる方と通常時の方でなんで俺から飛んでん。だって音は岩、音から取ってるから今、うん、ああ次岩かなと思って。なるほど、あ今順番に書いてってるから、はい、音岩岩音って書いてる。納得できないよね、順番って言われても。そのリードしてる方が取ってほしいよねいやリードも何もないよ、だって2人ともすんげえ後ろにいるじゃん。そうフリーズ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 、ここだよ。関係ないじゃん、俺からしたらどっちから取っても関係ないもんだって。そうなんだよなこういう時、生殺与奪の剣握ってんだよな、あの人が。困ったもんだぜ別にさ、どっちでもいいんだもん、どっちが死のうが俺トップだもんっていう、どっちでもいいんだもん。延長してるのが俺だけにならないといいけど怖や怖や。そしたらマジで北斗の島って秋台待ちながら待ってよ打って帰ろうとしてるんじゃないか、一周打って帰ろうっつってなかった、もう、まあ、飛ばなかったんだね。なかったんかい、天井まで行って飛ばないパターンね。もうそろそろ期待値が生まれる段階だよ、それ。やめるにやめれなくなるパターン。なんだよ、最初の最後に、本当に最後に欲しかった、ね、開幕ボットモード、まさか負けるとはね。本当ですね、まだ負けが決まったわけじゃないか、まだこっからまだまだまだ、え今まだでも投資そんな使ってないでしょ。投資も6000円です。ああ全然まだ全然プラスやん、可能性ある全然プラスではないですけどいや全然、俺なんかもう今1000枚ぐらいになったけど5万使ってるよ。なのに300ポイント取られたのあ順番らしいですよね。あそっか、何順番って、あそんなに離れてんの。はい、な言ってくれないとじゃん。言ってたよずっと、なんで先に言ってた、言ってた先に言ってたよ、だいぶ先に。心が痛いよ、痛くなさそうな声のトーンだな。先に言ってくれないと、こっちだってさ、はい、なんで強くなんで逆優秀ですか。ちょっと怒ってる、語尾上げんのやってくださいよ。あスイカで、おお上がりそう、スイカで上がりそう、スイカで、スイカって上がりそうじゃない。レギュラーでーす。はい、1999枚です。当たりました。これで2000枚ね、まあ、ぼちぼち切れる。あ、でも投資分があるか、まだ。32ゲームで光っちゃう、光らない、いないのね。マジか、これはもう、これ多分金時待ちだな、この感じは。ああ光らない。ああ10人、いやーよう出てるな。出てますね、十分でしょう。で店入ったらこれなんだもん。だからどういうこと、だからどっかで変身しちゃってるんだよね。あ、いや変身じゃない、あ、いやいや、スイカ取りこぼして光りました。おお、チャンス、あいやー、それ飛ばねえとさすがに厳しい。あいやー光りました。もうそれハイエナするレベルだよ、やべ、飛ばしといた方がいいね、それ。全然光る気配なし。おお光った。おお良かったね。やりました。よかった。でもきな。四ゲーム。おお早い。お。
ットモードなんじゃない。ビッグ。いいよ。あと2回ビッグ飛行でカナちゃん光らせよう。頑張れ頑張れ。というわけで終了でーす。かー。今レンちゃん中のオトちゃんは、はい、レンちゃん取り切るまでやって OK とのことなので。わ、はい、かりました。この分も加算しての決着となります。とりあえず一旦お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おおビッグ2連連。初収録でまさか自分一人が延長すると思ってなかったんで急に一人。おお光った。これでビッグだったらということで、バッチさんから300ポイントをもらいます。イエー。はい、というわけで実践終了でございます。お疲れ様でございました。結果発表といきたいと思いますけれども、はい、まあ、私ちょっと抜けてると思いますので、はい、私からじゃあ行かせていただきます。お願いします、はい。私の方が投資が22,000円、1000と12枚、はい、回収の方が1704枚で、プラスの692枚でございます。そして、ポイントがですね、お二方から5回取ったんですけど、最後、おとちゃんに1回取られたということで、トータルでプラスの1200ポイント、合わせますことプラス1892ポイントでございました。ありがとうございます。まあ優勝だろうと。まあまあまあちょっと抜けてましたよね最後ね、はい、でどっちから、まあ、延長してたんで僕先にじゃあ行きましょうか、はい、なんで言っちゃうんすか。フリーって言っちゃったらもうね。じゃあ B の方お願いします。おー言っちゃわないでよ。マイナス1313ポイントです。おわす。はい、まあ途中ちょっと金時含めた連チャンがバーッとあったんですけど、ありました、ね、最後まあ500ぐらいハマって、流したの987枚。まあちょっと投資がかかっちゃったかなというところですね。苦しみました、はい。そしてじゃあ、はい、そして投資が7000円の322枚、回収が765枚、うん、で、粗枚が443枚プラスなんですけど、うん、皆さんに、全部で合計で900ポイント取られたので、うん、マイナス457ポイントです。あら、というわけで2着。あら、もう1,2,3と、はい、きれいにはっきり分かれましたので、はい、じゃあまずは先に私目録いただきたいと。久しぶりだな、そうでもないのかな、全然覚えてませんけども、はい、目録いただきました。まあ、今日ちょっと罰ゲームが、はい、今日はおとちゃんも最初の、ね、はい、番組出演で、はい、せっかく頑張ってたのに途中での、まあ、先輩ですよね。先輩のおまちゃまに死ぬほどメダル飲まされるっていう。あれがなかったら分かんなかったですよね。分かんなかったですよ。のもあるので、まあ、B のガンちゃんと、はい、くまちゃむ、はい、2人ともバズゲームと。おぉ、はい、甘じて受けてます、はい、どうだった。あ、そう、これこの後バズゲームって終わっちゃうから、はい、どうでした最後は。最初最初やっぱゴッドモードをおそらく引いてからの、うん、今日はもう楽勝に勝てると正直思ってて、初収録で、まあ、このメンツで勝ったらすごいな自分って思ったんですけど、まあ最終的に、まあ、途中のまあくまちゃむさんに変わってから、あれ一箱ちょいなくなった、ね、なくなったなと思って、で、まあ、最後現金投資になったんですけど、まあ、とりあえずプラスで終われたんで、まあ、プラスに戻ってこれたのでよかったね、はい、でもすごい落ち着いてるね。そうっすね、本当に自分から話も振るし、会社もちゃんとしてるしね。タレントさんとしてその活動してたっていうのも大きいかなと思います、はい、まあこれからだからいろんなところでと緊張せずやれると思います、はい、すごいね。おばちゃんは別にそもそも緊張しなかったけど、はい、あれは別に経験とかから来るものではなく、ナチュラルナチュラルボーン、そもそも持ってない、そもそもなしたことない、そう、分かんない、そういうのがっていう、何それ感じで出たけど、今度来た人も緊張しない、はい、入った人もすごいですね。だから面白いから、ね、これから出番が増えて、はい、どっかで皆さん見かけることあったらぜひとも応援していただければ、よろしくお願いします。というわけで、はい、じゃあ罰ゲーム執行となりますので、はい、内容ともどもお楽しみに、はい、さあそれでは今日の罰ゲームはケツ張り戦になりましたので、あ、おとちゃんお父さんがプロ野球選手ということで、 そうね、そのスイングにあやかって、はい、でまあちょっとまあこういう番組で人にハリセンするっていうのをね、はい、初めて、もちろん初めてですから、私が先にお手本をガンちゃんにやって
で、クマちゃんにその一箱飲まれた分の怒りを込めて一発ぶちかましてもらおうと思います。痛いし怖いし振りなんですね、僕。あなたはだろ、見本です。次へ、ぶや見本です。いいですか、もう来ます。あ、もうすぐ。別に僕、これあなたは別に見本、デモンストレーションですから。だから私もパンってやっております。あんま喋んない方がいいやつ。あんまさ、もうすぐやるやつですって。大丈夫、怖いんだよこれ。覚悟はいいですか。覚悟はいいです。大丈夫ですか。大丈夫です。早く早くタワーじゃないですよ、早く早く。一番怖いってな、これはもう怖い。うわもう怖いわこれ。ここでね、そこです。ちょんちょん、もうさすさす、ちょんちょんさすさす、やめてください。そこそこです。あ怖い、あ急に振りかぶってやめてくださいよ。怖いって。めっちゃ腰入れてみるわ。あ、なんで試すんですか俺で。ちょっと1回1回が致命傷になることってあるんですよ。めっちゃ腰入れてみる。よし、え、その本気で一回本気でやってみろ。俺で脱がなくていい。たまには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 なんで直属の後輩に立つんですか。たまにはちょっといっぱいいたでしょ、ケツの強そうな人が。マイク取って、やばいやばい、マイク取った。あー怖い、もう運動部の感じ出してるもん。怖っ。ちゃん背中にチャンピオンって書いてある。振り返り、え、ステップ踏むんすか。うわー怖い、もうやだ俺。はあ、え、いやー、いい音。腰これ痛いっすね、これ思ったより痛いっすわ。あ、マイクか、マイクなかった。痛いもんだって。なんだその待つ時間、俺のこのマイク取るまでに。たーこれ痛いもん、痛いもんっすよ。痛いもんだった、うん、でかい音とかが振り込むルボンじゃないっすね。まあ、の衝撃が今頭の方に来て、ろれつが回んなくなったんで。はいはい、いや実はハリセンで人叩くの初めてじゃなくて、昔アイドルグループ入った時に、はい、ファンの人をハリセンで叩くグループにいたんですよ。あ、そうなんだ。じゃあね、プロ割と慣れてると思うんですけど、慣れたもの、ケツはね、しばかないんで。あ、もう今日のあの飲まれた恨みを全部ね、よろしくお願いします。体育会系だな。よし、いや、いけるかな。何このへそ出し女が足出し女に叩かれるという、この叩かれる、うん、ちょ、怖っ。ちょっと待って。うわー、いいの入った。いい、綺麗なスイング。いいスイングだった。今綺麗でしたね。やぶけた。何かの、クマちゃんも嫌いになる。あ、いやいやいや、こちらこそ。すごい、すごい綺麗な。押された、押された。綺麗なスイングでしたよ、今。さすがっすね。将来有望でございますね。いいの決められて。新しい方も入ったということで、はい、皆さんも人のメダルはくれぐれも飲まさないように気をつけていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら、バイバーイ。バイバーイ。